こんにちは、トランペッターの宇野と申します。本日話そうと思うことは、初心者の方、最近楽器始めましたよっていう方の、いいアドバイスなどちょっと話せればいいなと思います。ですね、僕が思うにですね、まずはそのタンギングのことなんですけれども、よく、まあ、教則本とか、まあ、いろいろ 2TU T と U ですね、 T と U の発音で、トゥ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 ってタンギングするんですよっていうことが書いてあると思うんですけれども、ですね、いいタンギングが分かってれば TU でもいいと思うんですけれども、僕はちょっとそう思わなくてですね、例えばタとかパとか、例えばまあ楽器というのは結構破裂音で、唇と唇がこう離れることで、楽器がパーンってなってるので、トゥーってなるとちょっとフウトゥウウウウ、最後に聞こえるシンジがウユーになってしまうんですよね。でこのユーのウーで吹くとちょっとこもった感じの音が鳴りやすいんじゃないかなと思います。ここがすごくポイントになってくるので、またちょっとよく話されても分かんないかなと思うんですけれども、できる限りトゥーっていうと唇をちょっと突き出すような形になってる吹奏楽部の子たちをちょっと見るんですけれども、じゃなくてですね、例えばパタタタタプッププ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 大切なので、できる限り TA、TA、タ、パ、アっていうところを、勉強していけばいいんじゃないかなと思います。なので最初は口だけでっていう練習、例えばこれがもう別に学校行く時とか、仕事の合間とか、なんかそういう時に多分できると思うので、ちょっとここで感覚をつかんでもらいたいなと思います。確かに聞こえてるのはトゥ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 とは聞こえてるんですけれども、口の中ベロの位置っていうのはタタタタタにできる限り、近い形でやるといい音が鳴るんじゃないかなと僕はそう思います。なので、ちょっと日本人の発音っていうのはちょっとこもりがちだと思ってて、例えばパラソルであったりとか、なんですかね、なんかポッキーはちゃうけど、ポッキーはね違うんですけど、プディングとかね、あとはパキスタンの何でもいいんですけれども、やっぱり破裂音っていうのが日本人はとても苦手な多分民族だと思うので、できる限り僕はタタタア、明るい音パーとかで、楽器をまず最初はそこで挑戦してみてはどうかなと思います。なのでできる限りううよりのような感じでしっかりと例えばパズー、ジブリではパズーとかよく言われますけど、例えばそういうような感じのイメージしながらとか、いい音源はですね、やっぱりトランペットのこう神様と言われています、そのモーリス・アンドレとか、これはクラシックになってくるんですけれども、いっぱい YouTube とか上がってるので見て参考にしていけばいいんじゃないかなと思います。少々長くなったと思うんですけれども、ちょっとここを考えてみてはどうかなと思います。頑張ってください。